ルラ脱毛カウンセリング、番組 MC の家田紗也子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ林さんとお話ししていきます。林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回林さんとお話ししていくテーマなんですが、脱毛の値段、料金についてということですが、はい、これはかなりこうお店などによっても違うと思うんですが、林さんがこうお分かりになる範囲でだいたいこのぐらいじゃないかなという目安でお話ししていただければと思います。よろしくお願いします。当店では、はい、まず、ブラジリアンワックスっていうのと光脱毛2つあるんですが、はい、ワックスで言いますと、一番料金が安い部分になると鼻毛から、はい、から、体で言うと足の先まであるので両足まで全身できるんですけれども、はい、その中でも VIO 一番入る人気のメニューなんですが、 VIO と同時に鼻毛、はい、あるいは足の付け根とかへそ下を同時施術すると半額になったりっていうのもあります。あ、そうなんですね。具体的に例えば鼻毛だけとかも施術受けられるんですか？はい、すぐに終わってしまうんですが、はい、鼻毛だけでも、はい、ご来店いただいているお客様はいます。この脱毛サロンって今すごく気軽に待ち合わせの間とかお仕事と、ね、お昼休みとか入れますけど、ちょっと脱毛鼻だけ気になるからってピュッて入ってパッと抜いていただいて戻るってこともできそうですね。そうですね、実際に、もう当店に何度か来てるお客様とかでも駅に何かの用で来ていて用事が早く終わったのでとか、はい、早く着いてしまったからっていうのでお電話いただいて、はい、今から5分後とか空いてますかって言って急に直前予約っていうのも実際にあります。鼻毛とかね、気になり始めるともうずっとクシュクシュしちゃうんですよね。そうですね、うん、鼻毛は例えばおいくらですか？鼻毛だけだと。鼻毛だけですと2000円です。あ、そうなんですか。もうこれは本当にね、気軽にすぐに解決しちゃうので受けたくなりますね。はい。それから脇だけですとおいくらですか？ワックス、ブラジリアンワックス脱毛ですと、女性だとしたら3000円になりますね。はい。男性ですと、4500円になります。はい。そしてやっぱり一番人気、施術受けられる方が一番多い VIO だけですとおいくらでしょうか？はい、VIO 毎月クーポンは出しているんですけれども、はい、だいたい、女性で5000円前後で、クーポン出しています。あ、これで解決しちゃうんだったらなんかすごくいいですね。ブラジリアンワックスはその場ですぐにツルツルになるというメリットがありますもんね。そうですね。わかりました。だいたいこのぐらいの目安、ルラさんの場合はこんな感じになっているということなんですが、鼻毛と組み合わせるとちょっと割引になったりっていうのが先ほどおっしゃってましたけども。そうですね。鼻毛が半額になります。なので1000円になります。なるほど。じゃあ VIO と合わせて6000円と前後ですね。今お話にもありましたけれども、その都度いろいろクーポンが出ていたりキャンペーンがあったりするので、これは一つの目安として、はい、覚えていていただければという感じですよね。そうですね、年間通して例えば、クリスマスとかバレンタインデーとか、はい、そういった時期にはカップル割って言って、カップルで来られた方、あとはお友達同士で来られた方で、はい、割引をしたりとかっていったキャンペーン、クーポンですね、出したりしますね。なるほど。あとはちょっと一つお聞きしたいんですが、足っていうのは膝下とあとはもう全部、足全部と料金が違うんですか？違いますね、足全体的にやるものとハーフっていうのがあるので、膝上か膝下かっていうのも選べます。なるほど。足全体ですとおいくらなんですか？はい、足全体ですと男性が一番足のワックスが入りますので、はい、男性は通常料金で1万円になります。なるほど。男性はね、こうハーフパンツとか履いた時に気にされる方が多いそうですね。はい、ものすごく男性のお客様増えてます。そうですか。あとは密かに気になっている方、このおへそ周りとかもいらっしゃると思うんですが、
はい、おへそ周りだけやってほしいっていう方もいらっしゃるんですか？基本的にはまあ、へそ下っていう言い方なんですが、うん、はいはい、へそ下は VIO と一緒にやる方が一番多いですね。そうなんですね、はい、じゃあそれと一緒に施術を受ければお腹のところも綺麗になるということですね。はい、ブラジリアンワックスの価格お伺いしました。続いては光脱毛についてお伺いできますか？はい、光脱毛に関しては、先ほどは、ボディの中のどこの部位かっていう、例えば脇とか鼻毛っていうメニューなんですが、はい、当店の光のメニューに関しては SS パーツ、S パーツといったこういった形で分かれてるんですね。はい、それはどんな内容になってるんですか？はい、例えば、SS パーツでしたら指、甲、まあ、足の付け根、へそ下、口周り、乳輪周りといった何個か SS パーツの中であるので、うん、あ、これはもしかして SS ってサイズですか？そうですね。あ、なるほど。じゃあ狭い範囲のものを SS パーツというんですね。はい、あとは V によって違いますので、それで、パーツで分かれて料金表が出てます。なるほど。じゃあその光を照射する大きさというか、それで値段が変わるというようなイメージでしょうか？そうですね、うん、では S パーツにはどんなものが含まれますか？はい、S パーツには VIO1 箇所、うなじ、胸、お腹、お尻、脇、うん、こちらはまあ女性ですけども、はい、はい、なるほど。 SS パーツよりちょっと広がりましたね。そうですね、はい、ではちょっとここで一旦料金をお聞きしたいんですが、 SS パーツは1箇所おいくらという感じになりますか？そうですね、うん、1箇所で、2000円になります。あ、これも割とこうやっぱりイメージよりお手軽な価格設定なんですね。そうですね、うん、では S パーツはおいくらになるんですか？S パーツは1箇所3000円になります。3000円。これは脇でしたら両脇で3000円という感じでしょうか？はい、そうです。はい、では同じように例えば指ですとかは両手とか両足とかそういう組み合わせになりますか？はい、そうなりますね。はい、ありがとうございます。じゃあ SS パーツと S パーツの他にはあるんでしょうか？はい、一応 SS パーツからXL パーツまであります。一番大きいところってどんなところなんですか？両足になりますね。足オールになります。なるほど。でそれ以外に、パーツごとじゃなくて全身というメニューもあります。お、じゃあちなみに XL パーツは1回おいくらなんでしょうか？8500円になります。8500円。全身ってなるとやっぱり一つずつ受けるよりもかなりお得になるわけですよね。そうですね、うん、一応通常価格で女性の全身は3万円になります。はい、男性ですとおいくらですか？男性の全身は4万円になります。4万円。わかりました。だいたいなんとなくね、ワックスこのぐらい、光どのぐらいって分かったかなと思いますが、最後にダブル脱毛の料金もお伺いできたらと思うんですが、いかがでしょうか？はい、女性 VIO のダブル脱毛は、一応クーポンなんですけれども大丈夫ですか？クーポンで大丈夫です。はい、今月は9500円で出してます。あ、わかりました。ではだいたいこのぐらいで受けられるなと、はい、皆さんお見知りおきいただければ、自分の体にどのくらい必要かなっていうのを、それでこう予算組んでいただけるといいかもしれないですね。はい、はい、ちょっと分かりにくい部分とかもあるかもしれないので、やはりお店に問い合わせしていただいてご相談いただく方がクリアに教えていただけますよね。そうですね、はい、季節ごとのクーポンですとかキャンペーンなども利用していただいて、皆さんお得にツルツルになってください。林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問や毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。